は双葉ちゃんに教えることだし。まあまあ、メルさんもおとなしく待ってようよ。メルちゃんの気持ちには同感だね。まあまあ、もう少し待ってみようよ。何かゲームでもして待っているとしようか。まだかかるだろうし、そうする？うきゅう、そうしましょう、そうしましょう。しのぶくんは何がしたい？かかるのよ。え、そうなんですか？
め坊さんだし、忘れ物も多いし、掃除はしないし、誰かしっかりした人が面倒見てあげないとね。先輩と辻さんってお似合いですよね。え？何が？やっぱりそのお二人は付き合ってたり。そんなことないよ。ハヤトちゃんとは物心ついた時からずっと一緒なだけ。兄弟っていうのが一番似合ってるかな。兄弟？手のかかる弟。でも私とハヤトちゃんがどうかした？うん、なんでもないよ。何か隠してるな。お姉さんに隠し事は通じないぞ。もしかして双葉ちゃん。何？ハヤトちゃんのこと好きなんでしょ？
ぎゅーん、謎は深まるばかりですね。しのぶさん、皆さん行っちゃいましたし、私も行きますね。はーい、晩ご飯までには帰ってきてくださいね。
におかしいかな。白パンツ丸見え。バカ好き死ね。最低、やめなさいよ。Thank you.
メル？メルがどうかしたの？何してるんですか？
を書いてたんですよ。はいです。展開の文字ですよ。こちらで生活してるわけですからね。何か記念に残しておこうかと思いまして。絵だって見られたら嫌です。ふにゃピローは絶対にダメです。多分タコは生まれながら展開の文字が読めますからね。さっき覗き込みました。え、なになに、面白いこと。ちきゅう、日記を書いてただけです。え、見せて見せて。いいじゃない、見せてよ。しのぶさん、うきゅう、出さないとどうなりますかね。好きかって言われてる気がするんだけど。ありがとう。読めるわけないじゃない。うきゅう、焦りました。メルちゃんがピローと仲良くなりたいとか。早くみんなを幸せにしたいとか、そんなこと全然読めなかったから安心して。うきゅう、読んでないわよ。
ちゃんの書きそうなことくらいしのぶちゃんでも想像つくでしょ。ちょっとからかっただけよ。みことさん、ひどいです。だって困った顔のメルちゃん可愛いんだもん。